こんにちは、金黒です。古い iPhone をカーナビとして使ってみるというお話です。金黒レビューチャンネル。昨日一昨日と愛知県と四国の香川県をバイクで往復しちゃいました。その際に iPhone をナビ代わりに使ったんですが、普段使っている iPhone をナビに使うとバッテリーの持ちが全く早く減ってしまって使い物にならないので、普段あんまり使っていない過去使ってた iPhone6 をナビにして使ってみたら、こちらは SIM 入れてないんですけど、通信状況のない環境でもちゃんとナビとして使うことができました。愛知県と四国を往復してきたバイクはこちらのホンダの PS250 というバイクで、スマートフォンのマウントはこんな風にマウントしています。このスマートフォンホルダーは過去の私の YouTube 動画でもご紹介しています。この写真は四国に向かう時の写真で、使ってない iPhone6 をスマートフォンホルダーに取り付けて、ナビは Google マップを使っています。この写真を拡大してよく見ると、スマートフォンの表示が今サービスエリアに入っているので、ルートから外れているために経路の再検索中になっています。 SIM を使ってない iPhone を使うとルートから外れてしまうと、全くナビとして使うことはできません。またルートに戻るとちゃんとナビとして使えるようになるんですけど、時々 GPS がわからなくなった時にこのような再検索中になってしまう時もあります。 SIM のある iPhone だとこういうふうにはならないんですけど、 SIM のない iPhone でもルート通り走ればなんとかナビとしては使えます。実は最初にルート設定するときは SIM のある iPhone とテザリングしてルート検索するんですが、道に迷ってしまったときも iPhone とテザリングしてまたルート検索します。それだったら最初から SIM のある iPhone でずっとナビに使った方が便利なのは便利なんですけど、昨日一昨日と2日間で900キロ以上バイクで走っちゃったので、1回のスマートフォンのバッテリーの持ちだと 3,4 時間ぐらいしかナビできないので、1日あたり6時間とか8時間ぐらいバイク乗ってると、やはりサブの iPhone として古い iPhone を使うっていう方法が一番長時間ナビとして使える良さがあります。先ほどの行きの時の四国に行く時はナビは Google マップを使ったのですが、帰りはヤフーナビを使ってみました。こちらの映像がヤフーのナビのヤフーカーナビの映像です。ヤフーカーナビはバイクに乗ってても視認性が良くて、到達時刻とか残りまでの距離が分かりやすく、次の行動がしやすいっていうのもいいところで、また常に北を向いてる画面と進行方向に向いてる画面両方選べるところがいいところで、その他にも今どの車線を走った方がいいのか分かるっていうところもこのヤフーカーナビのいいところだと思います。また高速道路では高速道路の表示に変わるのもヤフーカーナビのいいところです。この SIM の入ってない iPhone をカーナビとして使う使い方は、時々 SIM のある iPhone とテザリングして通信する必要があるんですけど、バッテリーの持ちを考えるとかなり長時間この2台の iPhone を使ってカーナビができるので、とっても便利な使い方です。ただこの使い方、実は iPod Touch では同じような使い方できません。それは iPhone は GPS の機能があるのに対して iPod Touch は GPS の機能がないからなんですね。 Wi-Fi の環境だと iPod Touch でもちゃんとカーナビとして使えるんですが、ずっと iPhone とテザリングしておくか、もしくはモバイルルーターとずっと接続する必要があるので、それだったら結局のところ iPhone をカーナビとして使うのも一緒な使い方だし、モバイルルーターをずっと接続する使い方も結局2台バッテリーの消費してしまうので、それを考えると使ってない iPhone と普段使いの iPhone、 2台使いでカーナビとして使った方がとっても使いやすいなというふうに思いました。またナビについては結局 Google マップよりも Yahoo カーナビの方がとっても便利だなということが分かりました。今回は普段使ってない iPhone をカーナビとして使う使い方をご紹介しました。
先ほどご紹介忘れたんですが、 Google マップと同様に Yahoo カーナビも無料で使うことができるアプリなので、やっぱり今後 Yahoo カーナビを主に使っていこうと思っています。こんな感じで主に Apple 製品の便利な使い方をご紹介していますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。